パチパチライダブごめんなさい。どうしたごめんなさい。どうした、いや取り直さないですか。取り直さないよ。このまま行くんすか。もったいないでしょう、テープが。いや今テープじゃないんだよね。僕はもったいないじゃないですか今の。でも何どうしたの。パチパチライターブー。簡単の、やっぱ今日寒いからね。きっとここから始まります。はい、ということで山のキングですガッキーです。はい、今日はこの2人でパチパチライターブということで、はい、初めてですけどね。そうですね、はい、で今回岐阜県まで来ておりまして、うん、今日の収録ホールがグレイランドキャッスル大垣店、はい、こちらになりますけれども。そうなんですけど、もう天候がすごいことになってまして、うん、もう大雪、よくたどり着けたなと。いや本当にね、すごいね。この駐車場にある車に10センチ、20センチ近い車もあるじゃないですか、積もってんの。ね、いや本当そんな中ね、はい、来たんですけども、今日はパチパチライターボということで、うん、好きな台をね、好きに打ってもいいという、はい、ことなんですが、まあ、こういう時はね、やっぱ山のキングが一番下手なやつですね。山のキングが一番下手なやつ。え？言ったな。言ったな。いやだって言って。じゃあ俺が今日勝ったら本当にごめんなさいって言えよ。終わった時にあんなこと言ってすみません。オープニングでちょっと口が過ぎました、はい、申し訳ないって言いなさいよ。ちゃんと雪食えよ。雪食え、雪食え、雪食え。それぐらいの罰を与えないと。分かりました、分かりました。まあ山金さんよりも僕の収支が悪かった場合は、はいはい、でしたら分かりました。雪を食って、うん、謝罪します。 お腹いっぱい食ってよ。お腹いっぱい、かき氷みたいに。急遽罰ゲームが決まりました。楽器が負けた場合はね、雪を食べるということで、まあそんなことじゃないんですよ本当にね、今日初めてこの番組出ましたんで、はい、ぜひちょっといいとこ見せてやりたいですが。そうですね、やっぱこういう天候の時は何かが起きると思うんだよ。ほう、やっぱね、荒れてるんだよ、やっぱね、地球のね、ね、はい、もう聞いてないな話。いや絶対何も考えてないですよ今。考えてました。もうこの話は聞かなくていいっていう顔したよね今いやだってね、何かやっぱ磁場が ね、 違うだろうな。 こうやって天候が荒れた時には何かが起きる。それがやっぱパチンコ店の中にもね、はいはいはい、このね、やっぱリンクするわけですよ。だから今日は本当に何かが起きる。やっぱ言わなかったよかったな。いや本当ですね。行きましょうか。何か起こそう。行きましょう、行きましょう。で負けたら雪食べるということでお願いします。はい、パチンコライターも行ってみたいと思います。お願いします。まだ決まってないのよ。え？この段階で何を抑えようか。まあいつも通りですけどね。でもダメでしょ。どこ行くんすか。とりあえずこの流れに身を任してね。流れに身を任す、それ一番ダメなパターンじゃないですか。やっぱりね、こういう荒れた天候の日はね、何かが起きるんですよ。だから何かが起きる台をやっぱり打たないとね。広。とりあえず奥ですね、奥。パチスロコーナー奥。よし、来た。何かを起こすにはこれだ。ヤマキンさん、リノですよ、リノ。リノ見てますよ。4台か。まさかのリセットないかな。でも出てるな。そんなに深く追ってないけど。よし、何かを起こすにはこれ。とりあえずスーパーリノマックスからいきます。あった、シェイク。はい、ということでとりあえずですね、とりあえずシェイク3からいきます。さあ、じゃあいきたいと思います。スーパーリノマックス。なんかね、この台押さえてからいろいろ店内見たら、ちょっと打ちたい台がいっぱいある。パチンココーナー特にね、フルーツパンチがあったからね。せっかく今日ね来たから勝ちたいもんな。え、リセット？嘘でしょ。1ゲーム目。いやちょっと待ってよ。あら、もうちょっとね、見えたトマトを目押しします。顔を上げて、その瞬間見えたトマトをそのまま狙います。来ました、赤七の下のトマトが一番に見えました。これ狙います。うわーい。いやでもこれリセットの可能性あるな、ね、リセットの可能性あるよこれ。ちょっとがぜん盛り上がってまいりました。
がぜん盛り上がってまいりました。いや、いないな、やっぱり別にリセットじゃないな、これ。あ、リセットじゃない、さっき1ゲーム目で引いたんだ。あんなビッグチャンスを、逆に言えば今日リノの日じゃないかもしれん。マジか。3回止まったチャンス来るまで打ちましょうかね。で、3回外したら考えよう、いろいろと。もう人生についても考えます、その時は。でもこのハマってる間に次トマトチャンス来たら左どこを狙うかっていうのを考えながらね、打ちましょう。7リップバーをこの、いや違うな、赤七の下のトマトかな、赤七の下のトマト、次トマトチャンス来たらそこ狙います。もう今見えました。デルモンテ、よし、2回目のトマトチャンスが448ゲームできました。左、あ、この右からもう狙っちゃうっていうのもありますけどね。いいですね、このしばらく見ときたいもんな。いいね、このまた情熱の赤がこの打ち手をそそるよね。よし、冗談受けですね。なんつってたっけ、赤七の下のトマトだ。よし、赤七の下のトマト、大丈夫大丈夫、よし行こう、赤七の下のトマトを狙います。はい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 、マジかマジか、ダメか、一個上に止まっております、一個上に。ちょっとこれ正解教えてほしいわ、どれやったか、マジ。まあ外はね、大雪で非常に寒いんですけれども、懐だけはあったかくして帰りたいなと、そう思っております。で、とりあえずシェイク選んだんですけれども、まあこれ本当ですね、あの打たず毛嫌いしてる方も結構多いんじゃないかなと思いますが、僕の印象ではちょっときつい機種が、しかし、あれあれ超暑いじゃないですか。え、え、これどういうこと今の、これ据え置きの可能性ないですか。あれ朝石こんなあったかな、まあ、とりあえず、毛嫌いしてる方も多いと思うんですけれども、1000枚のハードルは若干低い気がしてるんですよね。なのでとりあえずある程度ここで余裕を持ちたい。でもう一つ特徴として非常に回るので、だいたいですね、1000枚分50枚換算で1000枚分ぐらいあると900ゲームぐらい回るんですよ。なので非常に打ちやすくはあるかなと思うんですけどね。とりあえずは、まあ、ちょっと今意味わかんないまま1回チャンスが訪れましたけれども、基本的には約29分の1の MB を引くゲーム制になっているので、MB を引いていきたいなと。で29分の1なんで、まあ引けますよ、 MB 自体は引けます、弱 MB ですね。で大事なのはその MB 引いた後、
ほら、だいたいね、下段上段にベル来ちゃうんですよ。ほう、ファイブ。惜しい。あ、行った。行きましたよ。これ来たでしょ。チャンスベル。押しちゃいます。ほら、これ2角です。でチャンスベルを引くと何かしらが起こりますんで、で音でも分かりますね。いや早い、2回目の MB にしてチャンスベルです。おっ、いったかな、弱っ。シェイク降格、何度も言いますけど、期待度約 30% の前兆ステージです。で爆弾、このタイプの爆弾の方が背景を変えるチャンスではあります。これで黄色以上、はい、上がれ上がれ、よっしゃ当たりました。何ゲームだ、104ゲームいいですよ、軽い。でボーナスですね。ボーナス突入したら、シングルとダブルが1対1なんですよ。まずはどっちを引けるか。でこの準備中にも抽選してますんで、エライアクを引けば引くほどチャンス、ダブル揃いのチャンス。シングル、まあでも OK でしょう。これちなみにダブルの時はこれ中継台狙うとナディアが滑ってきてナディアが揃ったりしますんで、まあそういうのが好きな方は狙ってみてください。あの番長とかであるようなグルンっていうね、そういう滑り方します。うまい、これ MB です。ここでチャンスベルが引けるようなことがあるともうピークタイムの大チャンスなんですけど、引けない。まあでもこれでも十分入る可能性あります。これ煽ってますからね今。お、また MB。でシェイク、あー熱い熱い、チャンスベル、これいったでしょ。これ2回引けば入りますからね絶対に。あー1回か、あーでも赤だ、いけるでしょう。一応2段階抽選でこの後もベル以上の役引いた方が熱い。あーリップだけど行け、よし、シェイクタイム、シェイクタイム、ピークタイム、色は緑で、シェイク3で大事なのはこのピークタイムでここのボルテージを上げることなんですよ。で今緑なんでリプレイでも10ボルテージ以上、青だと5ボルテージ以上で、赤だと20以上だったかな。で、ここでリセットされます。ボーナス、疑似ボーナスのゲーム数自体がリセットされるんで、あのピークタイムをレンジャーさせることで永遠にこの疑似ボーナス自体が続きますね。これはい、ここで入んなきゃもう無理じゃない。39ゲームです。さあ、なんだよ90って。
まだありますかね、一応チャンス。よし、残念。僕の座ってる位置からヤマキンさんがちょっと見えるんですよ、背中が。あれ負けてますね。あれ完全に負けてるでしょ。あの体勢でいるうちは大丈夫です。こうなってるんで、なんかちょっと待ってたよ、君よ、君なんだよ待ってたのは。うん、いい、今日も姿勢がいい。君はよしよしよし、上段 OK ですね。よし、赤棚の下のトマトでいきますか。赤棚の下のトマトでいいの。ちょっとね、やっぱね、揃うトマトはねオーラがある気がするから、ちょっと一瞬見ますね。一周じゃない、全部見ますね。なるほどね。あ、このトマトだ、このトマトだな、このト赤棚の上のトマトがね、いい顔しておりますね。上ですね、上です、赤棚の上です。これでいきます。下じゃなくて上、これ。おい、うわ、騙された、騙された。いい顔しとったのに、お前は下やった、もしかして。これ下やったらもう、でも残る2つやもんね、下の可能。もうやめれんわ、こんなにバカにされてやめれん。フルーツパンチが俺を待ってると思ったけどね、ごめん、フルーツパンチもうちょっと待ってくれ。早い、3ゲームぐらい回したところで4回目上段受け。ちょっともう押したくないもんな、千枚を今3回取り逃してるからね。よし、ちょっとどうしよう、もうなんかね、いかんな、どうしようかな、どうやって狙おう。電話して親に聞いてみようかな、実家に電話してみようかな。どうしよう、もう、いや、赤棚の下、赤棚の下狙おう、赤棚の下いきます、これ。おい、またさっきお前やったんちゃうか、さっきが。まあ、ああ、君じゃないのよ。早い、来てる、収穫祭が来てる。一つも収穫できてないけど、さあどうする。ここで手を止めるからいかんのかな、いつも。いや、もうね、もう赤棚の下のトマトでしょ、マジね、もう来るでしょ。いきますよ、赤棚の下のトマトでいきます。もうダメだわ、マジ、なんなの正解は、何にも面白くないわこれ、こんなもん。トマトを狙うだけのパスロじゃないでしょう、君は。ボーナスあっての君でしょう。ちょっとさ、頼む、いや、もう次狙わないです、もう次もう、ね、狙わないです。ほら来てる、
すごいことになってきた。これ何回目だ、6回目、100分の1で来てる。よし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 、もう狙わないです、狙わないですよ。適当しますから、もう適当します。いきますよ。ダメだダメだ、もう何やってもダメだわ、もう何やってもダメだ、何やってもダメだ。いやもう移動します700って言っときながら今650ゲームぐらいでもういいかなって天井置いたくなっちゃうから。てか外線めっちゃ稼働してる。ちょっと待って、何この外線、絆分かるんですよ。ちょ、外線おかしくないですか。なんでなんで。あーでまだ浅い時代も一応ある、数台。ただこんなに朝から稼働しないっすよね、外線。そうね、いや出てますね前日のデータとか見てると履歴がすごい。たまにハマってる台もあるけど、もうね、外線打つなら1台攻め続けたいんですけど、150回してやめてる台、さっきのは85でしょ、あとはこれか76。攻める前提で回ってる方でいきましょうか、少しでも。150やめの台。まあ、かなり外線の稼働がいいというとこと、あと僕個人、あれ嘘、そういう台、まあいいか、ありがたいけどあの個人的に外線めちゃめちゃ相性がいいんですよ。これ嘘に聞こえると思うんですけど、ガチな話で、2016年の凱旋勝率がなんと僕 81% あります。これやばいでしょ。で自信だけはありますんで、リップさん、あー欲しい、ここ欲しい、マジで右手。よっしゃ来た、リプ4。さらにハロー言われてますからね、ハローっつって、ういっ、リプ4でした。なので G ストップ確定ですね。はい、こっからでない、鏡欲しいな、冷静に目をしよう。エースおほほほほ、頑張ってますよ、頑張っております。パパパッといっちゃいますね。マジか、残念。いやー今の痛い、決めたかったー。てかまだ降りきてるけど、3連でも当たってたなんてこと。一番下、
はぁ、マジ3連でも当たってたってことですね、これ。高設定挙動やろう、大チャンス。 G ストップ自体 50% なんで、当たる確率2回目は決めなきゃいけない。ゴー、7がいます。おおなんだよもう。ウェイ、よし決めた、ナイス。めっちゃ軽かった投資。ゴーで、8ゲームまでにナビが出たらもう赤棚揃えに行くと、そういう意識で。でもし出なかったらもうナビ出さないっていう、僕はそういうやり方してます。ラスト、よし、うまい。これしれっとうまいやつ、地味だけど。やりましたよ、悪くない。でこの後ストックがループがねあることが確認できたら最高。いやー頼む、マジで。マジ、まあ、まだ分かんないですよね、一応ね。旋回転を超えました。旋回転、くそー。またもちろんね、天井なんかないからね、2000回転でも3000回転でもいっちゃうから。いや2000回転超えてる台たまに見るからね、リノってね。3択はじ、あの外し続けたらそうなりますよね。さあ、大雪の中連れてきた雪地の一人が殉職いたしました。トマトチャンスは0回。この1枚でね。2枚目、もうこれハーデスでももうすぐ天井やで。これハーデス打っといたらよかったわ。さあ、来た来たー、せい、君とはやっとれんわ。もうまだ5円、よし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 、せいやめっちゃ滑っ、めっちゃ滑っ。分かりやすいやつでしょ。よし、赤なしたトマトきたきた、よい、もうダメだ、10回目。もう回転数見るのが嫌になってきた。1640。そうかそうか、そうですか。血も涙もないとはこのことやな。なんかでもちょっとどっかでちょっと考えないと。ワンダースいきましょうか。1ダース12個、トマト12個。もう次外す気やんか。もう次11回目、いかん、違う、次で揃えればいいんや。そうや忘れた、そうやわ。
何やねんそのワンダース行きましょうかみたいな、やめてや、やめてやそれ怖いわ。来ました、おいマジか、来た、これです、大丈夫、赤棚をした、せー、おい、もうダメだ、来た来た、13回目のトマトが今顔を出しました。よし、もうここまで来たらね、赤棚したトマトですよね、行きましょうね、もういいでしょう、13回目行きます、せいや、よしよし、よくやった、赤棚したトマト、よくやった。さあ期待値1000枚、期待値1000枚が今揃いました。1876回転目の出来事でございます。よしよし、1876年トマト維新の始まりです。よし、じゃあまず2ゲーム紹介してね、もうほら揃いたがっちゃってるから7が。さあ行きます、もう左からいきますね、よかった、今ブレなくてよかった。いやもうマジマジやばいんちゃう、頼むよ、本当リプレイやめて、リプレイやめて、ここでリプレイやったらちょっと本当諦めるよ、やばいかもしれん、本当に落ちたかもしれん、本当落ちたかもしれん、本当落ちてるかもしれん、これちょっと、いやもうこれ落ちた、これ落ちたかもしれん、マジで、あー落ちた、リプレイ、ん、お、トマトもあるもんね、言ってしまえばね、あーコインかな、ちょっとこれ落ちたな、なんか今一緒に飯行ってきて話聞いたら1800はめてるらしいんで、リノでもう雪を食うことはないんじゃないかと思うわけですけど、でも個人的にもせっかくならプラスで終えたいので、まあ攻めますよ、997、お、ナイスリップ、今リップ3連腹立つわこれ、何ブヨンブヨンみたいな999、はい、1000、今のが1000ゲームのレバーでした、7ですよ皆さん、7 あー、ご飯が美味しいでしょうね、7です、7人目突入ですよ、ヤマキンさんのちょっと面白いエピソードでも話しましょうか、
まあ、僕も今ハマってますけど、ヤマキンさんがね、今日みたいな展開だったことがあったんですって。まあ収録ですよ、それも CS かなんかの収録中で、今日みたいな展開で、でまあ今ねカメラさんがあのトマトの旅に撮ってくれると思うんですけど、いやもう揃ったら呼ぶわみたいなあの休憩行ってくれみたいな感じになったんですって。で、ああ分かりましたって言って撮影来る、みんなでこう一度休憩行って、うえゴッドかい。まあまあまあ、あのみんなで休憩行って、でも一応撮影スタッフも気使って、ヤマキンさんに何かあったらいけないって言って、あのイヤホンをね音聞けるようにしていって、でなんか外でね休憩してたらしいんですよ。そしたらなんか聞こえるなと、よくわかんないけどなんか聞こえると思ってよくこう聞いてみたんです。そしたらですよ、なんで俺だけ、なんでや山岸さんの心の声が思いっきりこうマイクつけてるから思いっきり聞こえちゃっててそんなことがあったと。1477 78 79 1480で、押し順ミスもありましたんで、まだ油断はできない状態です。当たるまではとにかく何も引かないことを心がける、これ大事ですから。意外と5しか出てこねえ、こっちの5にして、こっちの、こっちの5、こっちの5、ふっふっふっ、頼む、おらー、泣きそう、これ白いし、帰りたくなった。枚数だけは取れてるけど、マジでお願いします。おう、いたぜいたぜ、これはあるかもしれませんね。おい、やばい、水を得た魚のようです。ダメだ、追加の1万円で1回もトマトチャンス来ませんでした。もうどうしよう、どうしようって言いながらもうお金用意してますけどね。2382回転、2500でね、1回もう1回考えましょう。2500か、2500年にはもう車が空を飛んどるんやろうな。2500回転いきました。来た来た、2502回転、なるほどね、ゲダウケースね。あのね、ちょっと決めてたんですよ、打ちながら。緑の上のトマト、緑上のトマトいきます。
これだ、よしよし、2連続で13回目14回目と2連続でトマト揃えました。よっしゃ、こっから復活してみせる。行くよ行くよ行くよ、さあ行きます。さっきノーボーナスで割ってますからね、もうあんなことないように。この1ゲーム目に7リップバーを左に飛びましょう。もう一角ですよ、そうなったらね。だーだーだ、うわい、やめてやめてよ。転落目っていうかピンチ目が出た後にね、この出目ですよ。でも大丈夫、さすがに大丈夫。よし、初ボーナスいただきました。トマト14回目にしてようやくレギュラー、レギュラーか、レギュラーか、レギュラーか、まあいい、まあいい、まあいい。よし、ビッグ頼むよ。はい、危ない。お、えらい落ちてきたこれ。はい、当たります。よかった、よっしゃ、ビッグ、初ビッグを、まもなく2時いただきました。よっしゃよしよし、ようやく実戦開始から5時間、ようやくビッグをいただきました。ありがとうございます。よし、ちょっと2000枚ぐらいは欲しいな。頼む、2000枚。ストップ、1ゲーム目、あー、リプレイ、リプレイか。おい、まだいる、もちろんね。あら、これ当たった、ああ、2、ああ、そうか、 2ゲームね、そうね。もらったでしょう、これ。ああ、ダメか。大丈夫、大丈夫。まだいる、まだいる。やい、やばいんじゃないか、大丈夫、やばいかもしれん、やばいかもしれん。これリプレイだったらもう ほぼアウトでしょ。あー、終わった、マジでこれ終わったね、これこれ終わった。ビッグ1回、レギュラー2回。あ、違う、ビッグ2回、あ、ビッグ1回、レギュラー1回。うそ。実戦終了です、はい、お疲れ様でした。えらいこっちゃですよ、本当に。いや、本当に今回、うん、泥試合も泥試合でしたね。結果からパッと言ってもらっていいですか。はい、僕はスーパーリノマックス朝日から打ちまして、はい、投資が4450枚、回収が0ということでボロ負けでございます。トマト16回。いや、ほんと頑張りましたね。頑張りました。それだけは誰しもが認めてくれると思います。いや、でもね、なんかね、すごい楽しかった。すごい楽しかったんです。すごい楽しかったよ。なんで4450枚分のなんかこの満足感あります。
それ噂によるとなんか1ダースでやめるとか言っときながら、そう12個ねトマト揃えるチャンスがあったらもうやめようかなと思ったんですけど、まあやめれないじゃないトマトは。そこまで揃えられなかったらあんな美味しいんだねトマトってね、もう食べたくなるもん、どん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 っていう感じで続けて。全然理解できないんですけど、あれですよ、今から元気でやってますから僕まあそうでしょうね、はい、本当は非常に落ち込んでます。はい、ガッキーはどんな感じだったんですか、はい、僕ですね、投資がなんと3900枚おでも回収あります、うん、回収190枚やりましたで、自分の中の満足度的にはどんな感じですか。満足度的にはシェイク売ったでしょまず、はい、うん、シェイクはまあいいとこ見せれなくて、うん、まあこれじゃダメだなと思い、うん、まあ一撃狙って凱旋、はい、でまあ天井からの一撃ってあるじゃないですか、うん、でまあ天井にはたどり着いたんで、うん、まああとは今回ダメだったんで天井行ったんだね、はい、うん、はいはい、天井まで行きました。いいね天井があってこっちはないから、こっちはまあ、まあ、大変だった。16回も天井みたいなもんすけどね本当は。本当だよ。で満足度はどうだったの。満足度はですね、まあ僕はまあ正直10点くらいですかね。なるほど、僕満足度100なんで負けだね。じゃあね、はい、満足度100なの。言った通り、あの負けましたけど満足度は100なの、なんで負けなんで。言いましたよオープニングで。いつから満足度勝負になったんですか。え、終始2人ともマイナスやったらもう満足度勝負しかないでしょ。他なんかあります。ないでしょ。いや終始決めればいいんじゃないですか。イケメン勝負します。いやいや勝ちやもんね。じゃあ雪食べようか。直美さんに負けてるのスタイルだけですよ。雪食べようか。雪食べよう。雪食べながら終わりましょう。雪なくなってるし。ああそこあるほらほら美味しそう。おかしいでしょこれ。鹿児島の白熊じゃないこれ。緑じゃねえわこれ全然。これ白熊確かにこんな感じだけど。はい、じゃあ雪食べながらエンディング。ほいって何。ほいって何。食べなさい。何でも食べることになってる、はい、ということでね、今回のパチパチライター部は残念な結果でしたけども、また次はね違うライターさんが頑張ってくれると思う。食べなさいよ早く。僕らもねぜひねあのリベンジしたいですけどね、まあはい、今回負けたんで。僕ちょっと負けて山田さんいっぱい負けたんで、ね、またぜひ、はい、いやどこか申し訳ございませんでした。さよなら、また次回楽しみにしてください。